積水ハイムは積水化学工業住宅カンパニーのブランド名称であり、世界レベルの技術力を誇る積水化学工業の中核を担った住宅事業である。積水ハイム MRM1 の改良版1978年、誕生工場で鉄骨ラーメン構造のボックス型ユニットを生産し、それを建築現場において組み合わせるという方式が、 積水ハイムの基本概念である。これにより、建築にかかる日数が大幅に短縮され、合理化された工場における生産比率が高いことから高品質が確保されることとなった。さらに、堅牢な鉄骨ラーメン構造による高い耐震性も持ち合わせているとされる。一般的な家づくりの場合、建設現場は夏は暑く、冬は寒く、きつい環境下では、 ミスやムラも発生しやすくなるが工場による生産ラインは適正な温度環境の下作業できるためバラつきのない品質を保った構築が可能となる。積水ハイムの最初のモデルである M1 は基本設計、システム開発を建築家の大野克彦が担当した。M1 は1970年に第1回東京国際グッドリビングショーでデビューし2004年度に ドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンウィーブメントの建築に選ばれているほか2013年度には世界で初めて市場で成功したボックスユニットによるプレハブ住宅であるとして重要科学技術資料に選定登録されているオプションの鉄骨系のハイムシリーズに採用する快適エアリーはユニット広報ならではの床下台空間に ヒートポンプ式冷暖房除湿システムと熱交換式第一種換気システムを併設。木質系のグランツーユーに採用する空気工房は快適やリード用の換気システムを2階と小屋裏空間に分散して設置される。どちらのシステムも高い断熱、気密性をベースに冷暖房された空気の流れをコントロールすることで、居室だけでなく、非居室も含めた住まい全体の温度差を 季節や時間帯に関わらず小さくすることが可能。また、換気システムに組み込まれた高性能フィルターが外気に含まれる花粉や黄砂、排気ガスの脳に等をろ過し、第一種換気方式の効果と合わせて室内の空気をクリーンに保つことができる。さらに、高い除湿能力によりつゆ下気に快適レベルの湿度環境を実現。2002年には、 販売体制を再編し、積水通油ホームのブランド名で販売している木造の24ユニットも併売するようになった。こちらは木造であるため鉄骨ラーメン構造に比べると耐震性で劣るものの高機密、高断熱であり、コスト面でも鉄骨系のハイムより若干安価である。また、2倍ーよりも幅広の木材を使用したワンランク上の26もある。 こちらの方がより大量の断熱材を壁内部に充電でき断熱性能に優れる。また耐震実験でも2000ガルを超える加速度に対して無傷であることが分かっている。大手ハウスメーカーの中では珍しく断熱材としてグラスウールを使用している。なお、国内最大の実験施設での最大加速度は2000ガルである。 二階建て実験の最大過信2112ガル三階建て実験の最大過信1862ガル実際、創業以来起きた大規模地震においてもその耐震性は証明されており、ハイムユーホームともに前半回の被害は一件も発生していない。積水ハイムは2002年5月から再築システムの家というサービスを開始している。この再築システムの家は、 古い積水ハイムの住宅ユニットを分解、下取りし、工場において補修、点検などをして新たに再生された住宅として別の顧客に販売するというものである。これは箱型のユニットを組み合わせるというユニット住宅の特性により実現されたもので、近年の日本の住宅が民地解体と呼ばれる方式で解体され大量の 産業廃棄物を発生させている問題の回避に成功している。また、2002年12月からは、高熱費ゼロ住宅の販売を開始している。これは、太陽光発電システムや高効率給湯器の搭載、住宅断熱性能の向上、照明設備の省エネルギー化などを組み合わせることで、高熱費ゼロ住宅を実現するとされている。この仕組みを応用して、 リユースハイムキャンペーンを行っている。これは、住宅展示場の建て替えや更新、また展示場自体の閉鎖に伴い、使われなくなったモデルハウスを希望者に抽選で購入してもらうもの。基本的には、モデルハウスの設計そのものを移築するが、当選者の土地スペースによって間取りなどを変更することもできる。沖縄県は輸送コストが北海道よりも割高なことなどを理由として、 販売されていない。以下の施設の命名権を取得している。道路マン終了以降、積水ハイムでの番組提供が多くなる。工場生産テクノロジーから生まれる住まい、積水ハイム M1 アーカイブス積水ハイム、鉄骨ユニット、積水ハイム M1 が、未来技術遺産に登録しんだてハウジングデジタル、2013年9月10日。 ユニット広報による、積水ハイムの第1号商品、積水ハイム M1 が、国立科学博物館、未来技術遺産に、登録積水化学工業株式会社、2013年9月10日、耐震性能、加田幸子、環境社会学、岩波書店、2002年、73ページ例、リユースハイム終了当時は、東京放送が運営していた。2015年4月以降、 セールスの関係で世界が驚いた日本。すごいですね。視察が2時間スペシャルに振り替え提供されるケースと池上明のニュースマイナス枠がスポーツ中継による特別セールスになる場合は別曜日別番組に振り替えされるケースとに分かれる。提供クレジットは積水ハイム東海。なお積水ハウスは別会社であり積水化学の連結対象から外れている。 ありがとうございます。